すぐに疲れてしまうといった方には、足当たり柔らかなスラッシャーベースプレートがおすすめ。軽くて丈夫な素材を使用するなど、軽量化に特化したベースプレート。さらに1011シーズンからは待望のニューストラップが登場。センター部分を2つに分けることにより、前傾姿勢を取った際のストラップの歪みをなくし、1つにまとまることでパワー伝達の効率化を図っている。